能力 -2 の ECM アンテナ。能力 -2B の ECM アンテナ。能力 -2 は海上自衛隊の電波探知妨害装置。電子戦支援と電子攻撃の機能を兼ね備え、イージュス艦に搭載された。メーカーは三菱電機。護衛艦用の国産電子戦装置は、まず日本電機を製作者とした DD 向けの電波探知装置の開発。 配備が先行したが、後には、三菱電機を製作者として DD、DDG-DDH 向けに妨害機能も備えた、電波探知妨害装置も開発され、昭和48年度計画館より、能力マイナス1として装備化された。一方、技術研究本部第四室は、昭和50年度より、水上関用電波探知妨害装置の開発に着手していた。これは、 対艦ミサイル防御に対応した次世代の電子戦装置と位置づけられており、脅威電波の瞬時探知、そして大型艦艇の大きいレーダー反射弾面積に見合った大妨害電力の放射と多目標対処能力が主要課題となった。このうち受信装置は日本電機の担当となった。当時、同社はノールルマイナス6電波探知装置を製造していたが、同期では 遠距離探知を重視して手動による探知・計測を主体とした高感度受信能力に開発努力を傾注していたのに対し、AsMD を主眼とする水電棒ではむしろ高速性が重視されることから瞬時周波数計測技術とマルチビームモノパルス型、求ト技術の開発に重点を置いた。特に IFM 技術は当時世界的に発展途上だったために、 部品レベルからの独自開発が求められた。一方、妨害装置は三菱電機の担当となり多目標対処能力を実現する交代域レンズアンテナ方式を検討した結果、ロットマンレンズ移送機と進行波間増幅機を用いたアクティブフェーズドアレイアンテナが採択された。ただしこのロットマンレンズ移送機の伝送損失が大きく、その低減のために開発努力が傾注された。 昭和52.53年度の部分試作昭和54.55年度の本試作を経て、昭和56年度から58年度にかけて、雪風において、技術、実用試験が行われ、同年度で開発を完了した。しかし水電棒は受信装置だけでも5加工成と、護衛艦に装備するには、非常に大掛かりなシステムであった。また十年に及ぶ開発期間のために、 技術的に陳腐化した部分も多かったことから、そのまま装備化するのではなく、その技術的成果を採用することとなった。このような経緯を踏まえて、水電棒を元にした電波探知妨害装置として開発されたのが、能力マイナス -2 であった。これは水電棒の技術的成果を採用しつつ、下記のような変更を行ったものであった。能力マイナス -2 は混合型より装備化されており、 増大する、軽空脅威に対して、同時多目標対処能力を向上し、イージュスシステムの C&D 機能との連接の、円滑化やマーク36スルボックとの連接を、確立したほか、電波妨害弾の制御機能を付加するなどの改造が、加えられた。続く、アタゴ型でも、一回り小型化するなどした、改正型である能力マイナス 2B が搭載されており、63、 DDG では ECM アンテナが衛星通信アンテナと生態した時に衛星通信アンテナが焼損する恐れがあったのに対して 14DDG ではこのような干渉を回避するためアンテナ配置を変更したまたマヤ型でも同系列の能力 -2C が搭載されたがこれは妨害機能を削除した電波探知装置となったありがとうございます